はい、どうも、黒人侍のパトリック、今日ですね、もう日曜日28日っていうのはもう、大会まで残り20日間、紹介するのは、まあ自分の、母親がね、ちょっと本当に母親ね、10年間ぐらい会ってないっていうのをこう名前出すとちょっとこう涙が出そうんですけど、本当に俺ら兄弟5人男の子なんですけど、で、お母さん、引退まで、警察官に、フランスの方に働いてました。で、今から考えるとパワフルな お母さんだったな。本当にもうすごい、パトロールのもう大使館の方の警察官やってたんですけど、本当にすごい強くて、その当時、まあ女の子5人の男の子を育ってね、それでフルタイム仕事をしてて、すごい尊敬する、世界一の、母親であり、もう本当に、すごい、今でも自分の中ではもう本当に理想な、強い女っていうのはもう本当にお母さん、本当にパワフルすぎて、自分もまだ男として全然ダメだなって、もっと頑張らなきゃなってすごいとも思ってます。ということで本当に今日、子供の頃にうちのお母さんが、いつもなんかこう食べてたご飯、すごいアフリカンって感じですね。アフリカンのような、ご飯をもう何を作ってるのもやっぱり男の子のわがままの俺らもうやっぱりその洋食とか食べたいとか、まあフランスの育ったっていうのもあったんですけど、そういうなんかそのクリーミー的なパスタ的な、まあそれが本当にいつもこうわがままの、私たちはすごい何でも食べたいものを作ってくるんだけど、自分がね、お母さん、自分が食べてもなんかいつもちょっと違うなって、気になってた時があったんですね。まだ自分が中学生ぐらいで、まあ自分も料理がすごい子供の頃からお母さんと料理したりしてたんですけど、まあその中でね、お母さんがなんかすんげえ辛いものが食べてたんですよね。もう何でもすごい辛くて、自分も今すごい辛いものすごい自信がある方なんですけど、それはその当時ね、お母さんと料理を作った間に、まあ他の兄弟が食べるそういう洋食よりにもお母さんの方に手を出してたんだよね、自分は。もう本当にたまにはもう唐辛子の、生々しの唐辛子を魚の上に乗せて、オリーブオイルとかトッピングして食べたりしてて、いやー、お母さんと電話してたらね、お母さんの秘密がね、あの料理じゃないのかなっていう、本人はそのような話はしてないんだけど、やっぱり食べてたご飯じゃないって。もう本当に元気よくて、もうハイテンション、もう喋り続けるようなタイプの、お母さんです。ということで、もう本当に今回、まあ自分も日本に来てね、たまにお母さんが似てるような料理をするんですけど、材料を手に入れられないっていうのもあるし、あとは、やっぱりこう、長い間に食べてなかったから、そんなにすぐこう、作ろうというのはなかなか気合入れないともあるけど、最近にね、地元の近くに、カムルーン料理店じゃないんだけど、なんかガーナの店を見つけて、そのガーナの店がそこに行くとすごい、アフリカ頃に、まあフランスにもそういうの店いっぱいあったから、そんなすごいこう、イメージがすごい、思い出ね、思い出の場所みたいにたまに見にだけ見に行くんですけど、今日、紹介する、本当に、自分がいろいろ調べてみたら、お母さんが作ってた料理の中では、これザを、ほんまの、ザ原料食。これはもう、みんなはか、食べられないかもしれないけど、でも、調整してね、基本的に辛いものです。はい。基本的には辛い。まあ、その辛さを調整はできるし、あとはもう完全に抜くこともできるし、ある、まあ、唐辛子を入れて、それを辛くするだけなんで、基本的に材料がもう、普通の材料なんで、まあ、辛さを抑えたり、もう完全に抜くこともができる。ということで、本当に今日、紹介するのは、アフリカン。まあ、今日紹介するのは、もうぶっちゃけ言って、アフリカン料理の、ダイエット成功する秘密。いや、もう、もう話すだけでとかもう本当によだれが、口に溢れてきてるんですけど、まあ、
今日、とりあえず、今日使う材料を、紹介したいと思います。見てくださいね。一つずつちょっと紹介します。これは、今目の前にあるのは、今日、手に入れた材料。その中で一番南に見に行くと思うのは、この真ん中の真っ黒なんかグロテクスななんかもう気持ち悪いかなんか怖いかと思う、何かと思うんですか。これはですね、干し魚です。はい、ドライフィッシュ。これがドライフィッシュ。で、カムルーン頃にはもう本当に使ってたのはもう本当に干したサルディン。サルディンとアジ。アジだよね。そう。でを使ってたんだけど、それはちょっと手に入れなくて、もう正直言って、この魚、本当に、もう、怖い。怖いっす。でも一応お母さんと連絡して、あ、これは全然使えます、してますとかって言って、それ安心して買ってください。って、ガーナーレストランに手に入れました。これものすごいカルシウム。で、もう本当にまあ、もともと白身の魚だから、そんなに糖質がない。で、もう干したということで、もう完全に、本当に糖質が、糖質じゃないな、脂質がもう本当に、飛んでますって、飛んじゃったっていう、まあ安心感あると思うんですけど、この魚ね、もう一回ちょっと、今調べるんですけど、お母さんに、これ写真だけ送ったら、これがね、多分日本では、食えない。押したからね、これはうまいんすよ。ちょっと、マシュワロン出しますね。まず、マシュワロンという魚の、まあ、押してないやつ、切ってるやつの、が、こいつですよね。こんな、なんか怖い、もう本当に海のギャングみたいなような、顔してるやつですよね、これ。で、まあ、アフリカでは、こう、ボンゴチョビっていう料理。これも、一応、お母さんから材料いただいてるんで、作ろうと思えば、材料あるんで作れる。まあ、マッシュアロンっていうのは、こいつ。で、これからちょっと、日本語の、名前を検索してみます。わかった。これが、ナマズです。ナマズを食います。ナマズは実は、ザゲー養殖第一です。ナマズ。このナマズの顔して、おい、やるか、お前も。おい、やるか。はい。ってことで、今日は、ナマズを使って、大会20日前に、ラストミール。まあ、さっき、筋トレの方をちょっと練習してきて、今まだ、食べてない、食べ物がなくて、このナマズを使って、今日のアフリカンナンバーワン、ザゲン養殖を紹介します。これはね、まず、ナマズを紹介したんですけど、この料理のポイントその2、これはもう、で、こっちが、丸々の人だけど、こいつ本当に押したあるか硬くて、水で戻さないと硬くて食えない。で、こっち側も水で戻したやつです。今日は、こっちの方を使って、料理をします。もう本当にボラボラにこんな、こんな感じで、もう本当に見た目がね、いやーやめてよって誰か。この料理のポイントに、こいつ。これは唐辛子です。唐辛子。この唐辛子も、日本のスーパーには絶対入っていられない。これがもうね、ガーナのお店で買いました。これ、10か20か30個もないかな。25個ぐらいのこう冷凍のパックに入ったやつを1000円で売ってました。1000円なんですよ。1000円の唐辛子。で、この唐辛子なんですけど、まあこれって3個乗せるんだけど、このパックでね、もう結構使ってるんですけど、実はもっといっぱい入ってた。今日使うのは、
ただの1個。この1個で料理が激辛。もう本当に食べたら目が飛んできちゃうような、辛さを感じます。これ1個です。1個ですよ。この1個。これが今日の料理のポイント。で、これから、えのきね。あとは、まいたけ。で、今日俺、スープなんですけど、実際はこのご飯。このご飯は、スープなんで、本当にお母さんが作れた通りに行こうと思って、オクラ、もうフレッシュで、これ全部ぶちかります。もう、今日と明日の分も、用意したいと思います。そこから、赤玉ねぎ。赤玉ねぎは、まあ、料理、火には入れない。最後、トッピングにします。そこから、ガーリック。よし、これで、今回の、アフリカン、ザ 100% スタミナスープを紹介したいと思う黒人侍のパトリック。大会まで20日間。これから、料理をします。